ノリズビロリンです。スザンヌです。今日はね、この間スザンヌと考えた妄想まあ常々私たちは妄想してるんですけど、この間の、あの自分にとって兄とか、愛人とか、彼氏とかっていう妄想したじゃない、チャン君の 登場人物チャン君を当てはめて、あの妄想めっちゃ楽しかったよね。楽しかった、ね、結構この動画見てくださってる方も結構皆さん楽しんでくださったようで、今回も妄想妄想第2弾ちょっと考えちゃいました。今日はあのよくファンミで皆さん今までだと、まあファンミでネクタイをね、こうやってファンミでよく動画で見るやつ、あのネクタイをこうやってあのアヤパトのネクタイをこうやって外してあげるシーンとか、なんかこうシーツキスのあのシーンを真似たシーンとかファンミであるじゃない、ああいうのをスザンヌと何してほしいかっていうのを、ベスト5で考えてみました、はい、50歳を超えてるくせにかなり妄想炸裂ですなので今日はまた私たちの妄想を楽しんでもらえると嬉しいです。それでは早速、スザンヌ発表していきましょうか、スザンヌが選んだ第5位5位は、アヤパトから、お私まだアヤパト見てるんですけど、常になんか演技が流れてるって感じで、ね、ちゃんとはね真剣には見てないけど、常にこうテレビの画面にアヤパトのチャン君がいてるって感じなんだけど、またアヤパトこの場面を見てていいなと思ったんが、占い師じゃないけど、あの予言者の人が亡くなって、その前にもうちょっとチャン君は自分、自分の気持ちを伝えてるんだけど、まだこう返事がちゃんとこうもらえてない、こうちょっとそういう時期で、待っててくれっていう時期やね。そう待っててくれっていう時期で、予言者が、事故に遭って死んでしまうんやね。その時に預言者の恋人が来て、でもう来てからすぐに死ぬんだけど、でその死んだシーンを見た後、チャン君はボーヒンに電話するね、電話してどこにいてると、ボーヒンのとこに行って待ってるって言ったけども、もうなんか時間がもったいないと、ただこう、もうただただそのこうやって待ってるのがもったいないと、いつ死ぬかわからんからね、その死んでしまった人を見てしまったんで、ね、そこでこうハグして好きになってくれと、ほほほほ、あのシーンな、好きになってくれって言われたい、そこやね。でもその後スザンヌは大泣きせなあかんのよね。でも言われたな、大泣きするね、する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 あのシーンね、あのシーン言うよね、っていうか結構さ、あのアヤパトってあんな抱きしめるシーン、そうハグが多いからね、だから悩みました、私も悩みましたね、私も、でもこの好きになってくれって言われたね、そこですね、さすがスザンヌ。次は私の5位いきますね、私の5位はトカナンの、ちょうどもう2人とも仲良くなって、2人でキャンピングカー乗って、ちょっと旅みたいなの行く時あるじゃない、あの時に雨の日でキャンピングカーの中でこうやって覗いて、あ雨だねみたいな、今日雨降ってるねみたいな、で後ろからチャン君がバサッてハグするシーンあるじゃない、でもう2人でカーテン閉めるシーン、シーン結構好きなんです私。あのシーンよね、忘れてた、ね、私、私はあのシーンを選びました。 あれでもここにチャン君の顔じゃない、後ろから多分そうだね、そうだったよね、ね、あれいいよね、ね、で後ろからバサって言うんがよくない、なんか妄想しちゃいましたそれではスザンヌが選んだ第4位、私は K2 の屋根の上の、後ろからのハグ、バックハグですね、あのシーンね、やっぱりバックハグはいいよ ね、キュンってくるよね、そうだね、そうですね、あのシーンってさ、で一つの毛布の中に一緒に入るじゃない、そうあのシーンいいよね、私もあれだいぶ悩んだ、あもう K2 といえばね、あれとね、あれとやっぱり、
白タートルですね。あれね、白タートルのキスでもうこの手だけでいいからやってほしいって感じだよね。いやてか私面白いところで言うと、チャン君がまだ韓国に戻ってきてすぐぐらいの釜屋さんで、釜屋さんで働いてる時、チャン君がエッチで食べた、あの食べたあのスルメみたいなやつ猫にあげるじゃない、あの猫になりたい。でさっきなんかあの、いやこれなんか夫が食べたやつやったら嫌やけど、チャン君食べたやつやったら食べれるかなみたいな。確かに。でまあちょっと勝手に妄想してたんですけど、それでは私の選んだ第4位はこれね、この間も紹介したね、あのヒーラーのね、15話のあの長い尺のダブルシーンの中の後ろから爪切るシーンあるじゃない。あの、パクミジョンちゃんが爪切ってるんかな、ジョンフの、はいはい、そうそうそう。で、それを見ながらこうやって後ろからこうやって髪の毛いらったりするじゃない。はい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 。あのシーンいいですよね。いいですね。ね、あのシーンもここら辺に変わるよね。そう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 。あれ最高。最高やね。でもここら辺の自分の匂い気になる。そうそうそう。私はそんな感じです。それでは、スザンヌが選んだ、ファンミでやってほしいシーン。第3位は。3位はまたこれ、あやパトなんですけど。あやパト、うん。ネクタイをほどく、ほどいて、5分だけいててくれとっていうあの目で見られる。5分間予備一掃除ですよね。なんでセリフ覚えてんねんみたいな感じなんですけど、あれね、うん、なんかネクタイもほどきに行きたいし、そう行きたいし、で手が掴まれるんだね、掴まれたい、うん、であのそしてあの白目多めの目のジャン君 に見られたいよね、うん、なんかアヤパトって今度アヤパトの回もやろうかなと思ってるんですけど、アヤパトってやっぱりあの白目多めの目、うん、めっちゃ多いよ、多い多いね、うん、で目の演技、うん、目で可愛く見せるとか、うん、もうすごいよねあれ、うん、すごい、もう私の大好物の白目多めの目、うん、いっぱいあるんで今度ぜひね紹介したいですね。次はアヤパトにしましょうね。ねしましょうしましょう。ね私の第3位はなんとアヤパトなんですね。これなんとねちょっと違う雰囲気の選んでみました、はい、チャン君の事務所の事務長さんあるじゃない、うん、あの事務長さんが刺されて、うん、で入院するんだけど、はいはいはい、でまあなんだか命助かるか助からないかっていう時に、はい、チャン君大泣きするじゃない、はい、ちょうどそこで、はい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 、大泣きした後のチャン君をボンヒがよしよしって あの、はい、ちょうど中庭みたいなところでするシーンやるんだけど、チャン君がここで泣きじゃくってるチャン君をよしよしって慰めるシーン、あーなんかあのシーンなんかやってもらうのもいいんだけど、うん、一回ああいうのもやってみたい、あーなるほどねねと思って最後に選んでみました。もうやってもらうばっかりやったんでね、こうやってこうやってこうやってやってあげるのもよくない、うん、確かになんか、うん、ね、次はもう2位まで来ましたね、はい、スザンヌの2位は2位はやっぱヒーラー の15話の、はい、おラブラブシーンの中からなんですけど、はい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 、あれは髪の毛を拭いて、うん、あーってキスしようかな、あーって言うとこシュッてね、あれいいよな、あれはかなりも顔がもうキスしようと思ってるから、そうよ、ねね、で髪の毛を拭いてもらいたい、髪の毛拭いてもらいたい、うん、私もそれで言うとあの僕とかの中で髪の毛拭いてるシーンあるじゃない、あのシャワーキスシーンの後の あのシーンええなと思ったけど、でもそれの方がいいかも、顔ここら辺にあるそうねね、うん、へえ、なんかこの私妄想いろいろやってみてもういっぱいね浮かんでね、浮かびすぎていっぱい書きまくったんですけど、まあなんかいろいろあるよね、なんかそれまた全部紹介したいぐらいよね、ねしたいしたいね、うんうん、ということで、はい、スザンヌはこのシーンですね。私の2位は、私も実はヒーラーなんです、うん、ヒーラーの前回ヒーラーの時にも紹介したんですけど、うん、あの
パクミニョンちゃんが社長の家に拉致されて、うんうんうん、ヒーラーが脅されて僕が殺しましたって言ってしまった後に、また、サムネの社長の家へ戻ってきてから、うんうん、こうやって手広げるシーンがあって、で自分から抱きつくみたいな、あれやりたいよ。あーねー、待ってるチャン君のとこ行って抱きつく、よくない？いいですね。妄想しまくりました。あれいいよね、うんうん、っていうか私結構自分からやる多いよね。多い多い多いね、うん、ね、うん、ぜひぜひちゃんくんの事務所の方、あの次のファミではあれをお願いします。それではなんともう1位来ましたね。最後スダヌが選んだ1位は、はい、私はやっぱこのドラマ大好きなんで、トカダン、トカダンから選びました、うん、酔っ払って夢かなあ。神回ね、みんなが選ぶ神回、はい、の酔っ払ってそこ言いうのがあって、これはでも夢と思って、うんうんうん、でもうなんか隣へ来い、はい、座らせて座らせてこうする、で手組めとか、あそのその全部のシーン、全部のシーン一連やりたい、一連あのシーンね、チャン君もあのシーンは、うん、自分の中で結構、うんうん、記憶に残ってるシーンやって言ってたもんね、うんうんうん、あのシーンもいいよね、うん、あのシーンと車のシーンは何やけど、あー車のシーン、でもそのやっぱりしかこうはぐこうね、そうやね、ね、車のシーンやったら、まあ、ただ横に、ね、そうそうそう乗ってるだけやからね、だからこっちにしたね、やっぱり振りが痛いよね、変わんないやったらね、まあ、車のシーンといえば、僕とかのなんかシートベルトを止められないミランが、お前止められないのかよとか言って、はいはいはい、なんかこう止めに行ってあげるシーン、はいはい、取ってあげるシーンかな、あのシーンもちょっとドキッとするよ、ドキッとする、あのシーンもなんだかちょっとやってほしい、やってもらいたい、てかやってほしいことばっかりなんですけど、そうですね、なんとなんとスザンヌの1位はトカダンの酔っ払ったシーンでした。はい、それでは私が選んだ第1位、もうこれね、実はねハッシーさんで、私のちゃんともの方が、はいはい、この間の、溶かして紹介した時かな、はいはい、あのシーン、このシーン好きだって言って、はい、神の時やっぱこれはって思ったシーンなんですけど、溶かしての最終回で、あのコートの中で最後温めてっていうシーンあるじゃない、でコートの中に入れてくれるシーン、あれを選びました。なるほどね、あれ最高やなって言って、これ多分インスタかなんかくれてて、でその時になんか私もあれ最高やなっていうインスタでやり取りやって、はい、でもあれってもうこの中全部私の匂いもするから、まあまあ、でもチャン君に包まれてるからね、チャン君の匂いに囲まれて、でもうこのコートの中で、うん、に入るってすごくない、すごいすごい、あれ絶対夢やで、あ確かにね、と思って私はなんやかんや最近僕とかに凝ってたんで、僕とかからあれを選んじゃいました。はい、なんと私たちまた妄想、このもうこれもねすごい妄想したよな、ね、したしました、もうめっちゃ悩んだ、めっちゃ悩んだ、いっぱいあるんで、うん、なんでめっちゃ悩んだんで、また今度あのスザンヌと一個ずつドラマごとで胸キュンシーン紹介していきたいなと思ってるので、うん、お楽しみに。それに皆さんどんなシーンしてみたいか、まあまあまあ私にコメントしてもあのその事務所がやってくれないんですけども、うん、やってくれるわけではないんですけどもあのぜひぜひ皆さんの妄想楽しんでもらうためにコメントしていただけたら嬉しいです。それにこうコメントを読ませていただいて私たちも妄想できるんで、それはそれで楽しいよ ね、ということでまた皆さんのご意見もお待ちしております。今日はスダンヌとファンミでするならこのシーンやりたいっていうのを紹介させていただきました。今日の動画面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。皆さんのコメントお待ちしてます。ノリズビロリンでした。スザンヌでした。アンニョー。